書いてないんですよ。帰りたいね、そろそろね。長野テレビ出れる日も近いね。お、長野のテレビもまた出演させていただけるように頑張ります。パパさんなんかみんなに、みんなね、私のね、あのお父さんをね心配してくれてるのなんかお父さん元気、あの先輩にも聞かれます、お父さん元気あの逆単身赴任してることなんか皆さん知ってて、お父さん元気とスタッフさんにも、お父さんと連絡取ってんの、ちゃんと LINE してんのなんか心配するとこそこみたいな多分そんな心配を向けるアイドル私が多分初めてだよね。逆単身赴任の父親の心配をしてくれる周りの皆さんがあったかいね本当にお、今お仕事終わったので BGM で聞きながら帰ります。お、お仕事お疲れ様、ありがとう。そう、そういえば明日のおしゃべり会は567、1月22日ね、567部。明日はね、初詣デートコーデ、イエーイそうなんですよね。明日はね、マフラーとかニットとかをね着ようかなと思うのと、あとはそしてかっこいい系のお洋服、ちょっとかっこいい系のお洋服、かっこいい感じにしたはずなんですけど、かっこいい系の曲じゃないかっこいい系の服をちょっと買ってみたので、ぜひそちらもご覧くださいね。空き缶パンクではないさあ、ちょっと初めて着るテイストの服かな。だけど本当に楽しみにしててね。それでは聴いてください、かっこいい系の曲、それこそ空き缶パンクだストップン An empty can チャンチャカチャン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 大好きあの曲、スースーするやつ、あ、スースーはしない全然ね、スースーはしないんです。袖がちぎれてそうって思うじゃないですか。いや、ちぎれてないんですよ今回は袖がちぎれてるで多分通用するのは私だけじゃないよく私袖なくしがちとかさ、袖だけプレゼントしようかって言われるんですけど、アームウォーマーねみんな袖はちぎれないよでも今回はちゃんとあのあるので、あ、明日全部行きます。あ、嬉しい、おしゃべり会で明けまいです。あ、え、そうじゃん、嬉しいね。今日の生徒は歌唱力で来てたやつ、あ、そう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 、そうなの、よくお気づきで、こちらは歌唱力の時に来た生徒でございます。歌唱力もう歌唱力も本当にありがとうございました。このニットね、めっちゃ可愛くない？これね、モフモフしててめっちゃあったかいしね、いやー柔らかいの、なんかねモケモケしてるように見えるよねこれね。でもなんかね、ここがね不思議な感じでモケモケしてる、あの買った時からこういう感じなの。ちょっとね爪とかささくれてると引っかかるやつだけどめっちゃ可愛いし柔らかい、おすすめほつれたわけじゃないよ、そう、これ買った時からこんな感じの、これピント合ってるニットお揃いしなきゃね、ニットお揃いにしよう。パチパチしそう、あ、そう、静電気はある、やっぱね、ニットは静電気だよね、しゃーなしだよね。あ、ちなみにニットで思い出した、今日さ、ジョヤマ動物園のさ、あ、ちょっとこの子かなり乗せよジョヤマ動物園のさ、ユニフォームっていうのかな、 T シャツとあのサイリウムカラーの萌は水色の方を撮っていただいたんですけどの、ほぼ青みたいな感じだったんだけどの、あの
トレーナーかな、長袖のやつとあとズボンと長靴とでジャケットお借りしたんですけど、え、我ながらめっちゃ似合ってねあの千賀田さんにもゆめさんにもなんか本当に言いそうだよねめっちゃ馴染んでるねって言っていただけてね、なんかしっくりきてたよね。長靴こんなに似合うアイドルいるって我ながら思いましたやっぱ萌えってまだ田舎の子なのかなみたいなすごく田舎感満載で身の丈に合ってる気がしたこんばんは、ありがとうございます。4年くらい勤務してた、え、だよね、それくらいの貫禄あったよねシベリア1号さんおー、なるほどね、リアル飼育員に見えるよね。でもやっぱなんかそういう長靴とかさ、リュックとかさ田舎感があふれるやつ多分もう似合うんですよ。あの身の丈に合った感じが本当にする。だから本当に良かった。これからもあの服をたくさん着れるように頑張ります行かなきゃかっこよかった、ありがとうございます。あのさ、まるまるイカをさあのわしづかみにして投げるなんてことさすがに17年間生きてきた中でもなかったんですよ手に取った瞬間どうしようかと思ってね、お、なんかもう今すごいの持ってるぞこれを投げるのかこれから、で下手投げでも上から投げてもどっちでもいいですよって言われて、上から投げるかイカをこう投げるってなかなかできないなと思って、強いて言うなら下投げかと思って下投げしました。でもさ、コントロールすごくなかった、めっちゃ上手くなかった。でも本当にイカ投げるとか大人でも経験ない、確かに17年間どころじゃないよって話だよね、二十数年生きててもないよねそれはそうでね、普通に生きてたらないよね。うん、すごくありがたかった、あ、体験をさせていただけて。あとね、あのお魚もね、あのお魚を頭から飲み込むって聞いて、でもじゃあ頭からこっちに入れてあげた方がいいのかなと、でも尻尾でもからでも大丈夫ですよって言われて、え、なんでだろうと思ったら、こう加えた瞬間にこれが頭側か尻尾側かを瞬時に判断して口の中でくるって変えて頭から飲み込んでたの、すごいね、あんな器用にさなるみたいな、こうコロンすごいと思ってびっくりした。萌もなんかそうやってご飯食べれたらいいよねそしたら多分いいよね、お魚丸飲みだがねもちも極めるかもちゃんと同じだね、もう 何者だと思われてるのお魚丸飲みか、でもさすがに嫌だねあ、アシカちゃんです、アシカちゃんのシュンくんね、すごく、おびれさせちゃうから、あ、そういうことか、だから頭から飲み込むんだ、なるほどね。あ、ちょっとペンちゃん、ペッちゃん、ペッちゃんちょっと待っててね。え、要するに魚がこうなってるじゃないですかはい、はい、ここから皆さん考えるな感じろですよ、いきますよ。あ、背びれじゃない、おびれ、鱗が喉に引っかからない、要するに魚がこうなってるじゃないですか、あ、頭ね、こうなっててこう生えてて鱗もこうなってるからこっち側飲み込むとカクってなるからか、うん、だからこうなってこうしてこっち側飲み込むとスルンみたいな、でもマネージャーさんスクショ、はい、スクショタイムどこをスクショしてんの、でもえ、かっこいいスクショだった、あ、じゃあよかった、
そういうことなんだね。なるほどね。え、めっちゃなるほどなんだけど。へえ。いや、動物ってすごいね。確かに言われてみればね、喉傷ついちゃうもんね。逆さになんだらね。魚の鱗って何気に痛いもんね。すごい。だからなんだ。いや、動物ってやっぱさ、知るごとに楽しいよね。いや、あのもう飼育員さんに全部なんか動物のありとあらゆることを教えてほしい。手の動きに定評のある杉本です。手の動きだけはうるさい。口もだけだとよかったんだけどな。口も達者になりました。お、帰宅しました。楽しかった。よかった。お帰りなさーい。本当に目から鱗だね。お、うまい。目から鱗です。これは拍手。生き物ってすごいよね。ね、なんか生き残るためのさ、なんて言うんだろう、生きるための、生き抜いていくための術ってさ、すごいなって思う。お、ワイタさんに個人レクチャーお願いしたい。そうだね、そうだね、わかるよ、わかるよ。今日私たちもたくさん教えていただいたもん。もうあそこ通いたいなと思って。またあの活動の一環としてね、親善大使の活動の一環としてお伺いさせていただけるときに行って、たくさんもっと勉強したいと思います。本当に楽しかった。ワイタさん界隈だ。本当だ、ワイタさん界隈、ワイタさん一緒じゃん。え、違う、分かる人しか分からないじゃんこの話題。あ、足型オットセイの見分けがなかなか難しい。あ、もう見分けつかないかも。足型オットセイ、こいつ。これはする子はどっち、このさ、お腹ピンピンする子、そっちがオットセイか。え、アシカもするのかな。え、わかんない、どうなんだろう。アシカもオットセイもする。あ、どっちもするのか。え、じゃあどうやって見分けつけるんだろう。ね、ビジュアルは似てるよね。トドとセイウチも、え、そうなの。あ、そうなんだ。足かとつせの見分け方は耳がなんちゃらって思われちゃう。え、大事なところなんちゃら。え、そこめっちゃ気になる。耳がどうなんだろう。次の機会にワイタさんに聞きましょう。そうだね、次の機会また聞きたいと思います。あ、オットセイは尾びれが二股。え、そうなんだ。で、オットセイの尾びれなのか、アシカは一つみたいな、一つ割れてないってこと。なるほどね、そういうところもあるのか。逆になんで割れたんだろうね、二股になったんだろうね。オットセイ尾びれの尾、尻尾の尾。オットセイは尾を鳴いて、アザラシは可愛く鳴くかな。どういう違い。それ本当にイルカもしない。え、そうなの、イルカもやるの。初めて知った。いいね、そういうのもね、たくさん知りたい。今調べてきました。外見の見分けはほぼつかないそうです。つかなかった。そうなんだ。え、じゃあ何で見分けんの。すごくね、あれじゃん、カレイとヒラメの見分け方みたいなところ、そういうあたりかな。でもさ、面白いよね。なんでさ、似てるけど違う感じなんだろう、違う動物なんだろうね。オットセイは耳たぶが長くて鼻先が尖ってるらしい。そうなんだ、初めて知った。耳たぶが長い。オットセイの耳たぶって見たことないかも。彼とヒラメは左か右かよ。あ、
確かにヒラミと海ゲだね滑舌回ってないスリムなのが足かオットセイに失礼スリム確かにね。でもアシカの方が言われてみればそうだね、オットセイの方がまるっとしたイメージはあるかも。お腹に毛があるのもオットセイだそうだ。そうなんだ。オットセイはきっとギリギリで危険回避するんじゃないかな。オットセイフってだけに。どうしたすごいねみんな、なんか今日絶好調だね。今日も今日だって絶好調。もうちゃんとハルチュンの見分けくらい難しい。えモエとハルチュンそんな似てる。そっか、そして最近身長抜かされそうでドキドキしてんだよね。ハルチュンモエの横に並ぶたんびになんか身長伸びてる気がしてやめて、はい縮んでもうこれ以上伸びるなとか言ってる。いつ泣かされるか不安だよね。背丈だけ似てる気がする。お、よかった。よくないよくない最近はるちゃん成長期かもしれない。やだな、ちょっとこれ抜かされたらな。慎重に萌えが、そうそうなのそうなの。え、逆にそれ言うとさ、もうそうするとさ、同期に抜かされるのも嫌だけどさ、あれじゃん、みゆみゆさんのお気持ちもさ分かんなくもないよね。そのキャッチコピーにまで入れてた自分の特徴がさなくなってしまう恐怖がさ分かる気がする。やだよね、慎重に萌えが言えなくなるよと思うと無理。私とリリカ様は間違いなく、ね、なんかね、おでこの形とか、なんだっけ、なんか、すごい似てるらしいよ。リリカとも似てるらしい。そこは慎重に慎重だけにね。あ、シークレットブーツ履く？シークレットブーツ履く。いいね、毎日持っとこうっていうね。背が高いのが嫌だった人がこうも変わるとは。そうだよ、すごくなんてコンプレックスだったけど、この世界に入ったらもう武器にしていくしかない。ある時を境に吹っ切れるもんなんです。身長高いので、ね、もういいやもう何でもいいやってなる。リリカと私は姉妹に見える時ある。あー、リリカのね妹味が強いんよね誰と並んでも妹、あ、違う誰と並んでもじゃないな、あの花屋と並んだらリリカの方が私に見えるあの二人のね醸し出すね、なんていうの、オーラがねすごいの。なんかもう宇宙あの二人ってほんとに面白くって、なんていうの、二人の世界があるんだよね。花江とリリカが並ぶあの世界わかる？すごいの、なんか宇宙なの。だからもうほんとに素晴らしいです。あの二人が一緒にいて、いや、あの二人の会話なんもう意味わかんないくらい面白いから一回あの二人のあの話話題会話の内容をね聞いてほしい。なんか何話してたのって聞かれたらわかんないの。え、何あの二人話してたんだっけってなっちゃうの。でもなんかずっと話してる、楽しそうに話してるの。ね、録音しとこうかな次ね。そう、ブラックホール、本当にブラックホールなの。びっくりしちゃった。あ、理解できなさそう。うん、理解はできない本当に、だって記憶ないもん何話してたかって。でも本当に面白いの、ずっと聞いてたら笑えるの。本当にそういう会話をしてるから、ぜひとも。なんかで気づいたら、
あの椅子に座ってくるくる回ってるし面白いよ。二人でなんかすごい楽しそうに話してんなと思ったらいつの間にかあのくるくる回る椅子にお互い座ってくるくる回りながら何してんのみたいな、もう大好きすぎるんだけどっていうね。宇宙は宇宙同士にしか理解し合えない。そうかもね。お互いでも雰囲気似てるよね。なんかふわふわっていうかさ、何どっか行きそうな感じの雰囲気そんな感じ。ラブ&ピースって言いながら回ってそう確かにそうだね。なんかほのぼのしてるよね。平和、あ、平和だね。それだ、その2文字だ、平和だ。すごくね、いいよね。だからその2人のあの会話をまた聞きたいあ、ぺちゃん忘れてた。そして今50分って教えてくださってありがとう。ちょっとじゃあ男女読みしようかな。今日もう10時だよね。ってことは10時で切れちゃうよね。ってことはそうだね、先に言うべきことを言っとこう、もう一回。よし、はい。ですね、今日は本当に城山動物園のイベント、寒い中たくさんの方来てくださり本当にありがとうございました。なんかもう本当に今日改めて幸せだなって思ったし、本当に感謝でいっぱいです。この感謝の気持ちを忘れずにこれから恩返しができるように精一杯頑張っていきます。してこれでスクショ撮っとこう。こんな感じ。はい、チーズ急に来る。皆さん OK でしょうか。はい、チーズ、おしゃ、よし。そして明日はおしゃべり会ということで、お、もしかして2日連続で会える方いらっしゃるんじゃないですか。やったやったテンションの上がり方ちょっと気持ち悪かった、ごめんねはい、明日は1月22日5、6、7分に こちらに参加させていただくんですけれども、明日は初詣デートで、かっこいい系の中腹もどこかで着たいと思っております。嬉しいね。初めてのテイストなので、ぜひともお楽しみに、お楽しみおき、え、お楽しみにちょっと今日ね、嬉しすぎて幸せすぎてね、語彙力どっかなくなったスースーしないように袖がある。そうだよ、ぜひ。あ、そしてさ、あれじゃん、まだ受付あるよね。そう、おしゃべり会の受付中なんです。そうでした、再販中なのでぜひそちらもチェックお願いします。次はね、2月11日気まぐれ私服の日がね最終受付なんだって。ぜひともチェックをお願いします。じゃあこちらもスクショ撮っとく。はい、チーズ、オッケー、こんな感じです。ぜひ、なんかね、今回はいろんなお洋服を着て、お洋服でも印象、雰囲気とかいろんな顔ができるんだぜみたいなそういう萌えをね見ていただきたいなっていうのとか、あとは季節に応じた服装、それこそキワキワウサちゃん、ウサギ年のウサちゃんとか、豆は投げるなよ投げるなよとかあとは気持ち、ひな祭りとかホワイトデーとか、季節によったものでね、格好服装で季節を感じられるようなお話し会にもしていこうって思ってます。オフラインもぜひとも。この前が爆裂すぎて、あ、そうこの前ほどのねインパクト今日はないか、明日ないかもしれないあとこちらバレンタインデート服と、あとはこちら萌えセットとか制服とかも
オフラインでは着ちゃおうと思います。あ、ミニスカも履きますミニスカ、あ、時間やばいかも、大変、あ、話し出した、止まんなくなっちゃうはい、ということで本当にありがとう。じゃあちょっと誕生日をするね、いきます。今何分だろう、大丈夫かな、いきます。13位スイバラの赤 T さんさん、ありがとうございます。12位ディヤマさん、ありがとうございます。11位グッピーさん、ありがとうございます。あ、親善大使、あ、大使主任おめでとう、ありがとう、嬉しい。10位カラポヨさん、ありがとうございます。9位 B たけしさん、ありがとうございます。8位カンさんさん、ありがとうございます。7位マーさんさん、ありがとうございます。6位セッテンガーさんさん、ありがとうございます。5位ローさんさん、ありがとうございます。4位ゆうきさん、ありがとうございます。3位ハクタカさん、ありがとうございます。2位パックさん、ありがとうございます。そして1位は日焼けさんさんさんです、ありがとうございました。そして今日もたくさんのギフトとか、あとはあのお星さんも本当にたくさんありがとうございます。応援ありがとうございます。いや本当に今日幸せな一日で、明日もなんとおしゃべり、なんと幸せな休日なんでしょう。本当に本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いしますお、余裕まだある、よし、ね、今日は切れるまでお話ししよう。なかなかねこの時間までできる時がないから、本当に今日は行ってよかった、嬉しい、ありがとう。みんな本当に寒い中ありがとうございました。なんだろう今日本当にね、なんかもう投げてきた、本当にありがとうね。思い出そうか、なんだ思い出そう、ありがとう早くから一日お疲れ様でした。いえ、こちらこそ本当にありがとうございました。朝早くから体は寒かったですが心は暖かかったです。めちゃくちゃ同じ、確かに寒かったけど心はすごく暖かかった。まちゃん風邪ひかないでね、ありがとう。みんなも風邪ひかないでね。今日はね、今日もねかす汁を飲んだんですもうあったかま、あったかまった、あったかかった、あったまった。ぜひ皆さんも温まってくださいね。そろそろ切れちゃうかな。お手振り返ししとくかおやすみなさい、またね、また明日、あ、また明日、そう、おしゃべり会、また明日ね、おやすみなさい、またね。いや、みんなとまた明日って言うのめっちゃ嬉しい嬉しい、何この幸せ、また明日っていいね。意外と長いね、え、この時間幸せあったかくしてね、みんなもね。